2月7日金曜日朝5時過ぎです。今朝もバリスタからスタートします。いただきます。うまい。まあスタートといっても実はこれが2杯目です。前回の動画でご紹介したこの DJI のオズモアクションですが、どうだったですかね。オズモアクション自体は、去年の発売日に、最初の1台目をゲットして、でその後しばらく使ってたんですが、 GoPro Hero 7の、白色のモデル、リミテッドモデルを、ゲットしてからもう全然ちょっと使わなくなるということで一旦手放して、で今回また再度購入し直しました。で前回の時に使ってた、時と比べると、ファームアップをね、何度かこう繰り返していて、で、そのファームアップするたんびにいろんな機能が改善されたりだとか、追加になったりだとかして、僕が前にね、使ってた時に比べると非常に使いやすくなってますね。で、使える機能もね、いろいろ増えたりしてるので、全くね、なんか別物のような、感じがしました。まあ、そもそもね、こんな、サードパーティー製のマイクアダプターなんかもなかったので、もうほんとね、これが最初に出てくれてたら、おそらく買い替えすることなかったかもしれないんですけど、まあもうそれはね、今更言っても仕方がないんですが、装備的には、このサードパーティー製のマイクアダプター装着して、で、このロードのワイヤレス GO を、今、装着、取り付けして、で、ワイヤレス GO のこのマイクで昨日、試し撮りしてみました。まあ音的にはね、このワイヤレス GO 自体のマイクの音質になるので、若干ちょっと加工はしたんですが、映像自体は、そのまま撮って出しです。ワイヤレス GO との接続もいろいろこう試してみたんですけど、結局もうこの10センチの両端 L 型のマイクケーブル、もうこれをね、使ってこんな感じで、つなぐことに落ち着きました。まあ線にもう全然、なんていうのかな、余りがないので、もうこれが一番ちょっとすっきりするので、しばらくはもうこの運用やりたいなと思います。このマイク端子を使って他のマイク使用することも当然できるわけなんですけど、まあ今よく使ってるマイク、この DJI のフレキシブルマイクの FM15 なんですが、まあこれもね、当然使用することができます。で、まあ単純にここに挿して、まあこういった形で使うっていうのがね、おそらく一般的だと思うんですけど、まあこれでね、使っても特に悪くはないんですが、これだとどうしてもね、こう手前側の方にこうビヨーンとこう伸びてくるので、まあその辺を少しね、改善するためにこんな L 型の変換器、こういったプラグ使ってちょっと角度をね、変えてやるともっと使いやすくなるかと思います。こんな感じで、まあ、L 型ね、1個つけてやったら、マイクをね、こう横に振ることができます。まあ、角度的にこんなもんかな。まあこういった形でマイクをね、横に向けてやれば、こういったね、手前にこう出っ張りがなくなるので、まあこれはこれで使いやすいかと思うんですけど、液晶面がね、こういうふうにちょっと隠れちゃうのが少し気になるので、で、さらにこの変換プラグをもう一つ使って角度を調整してやります。こんな感じで L 型のプラグ2個重ねてやって、でこれを挿して、でこんな感じで、一旦ね、こう下に振ってやって横にすれば、これ液晶面ね、隠さずに避けることができるので、これはこれでいいんじゃないかなと思います。どうかな。でグリップ持った時ももう全然邪魔にならないので、これが一番いいんじゃないかな。で、あと落とさないようにこの辺りね、モビロンバンドとか、まあ輪ゴム等でちょっと固定してやれば、落とす心配もないし、固定してね、ちょうどいいぐらいの距離で使えるんじゃないですかね。メディアモッドを装着した GoPro Hero 8との比較なんですけど、まあ簡単にはね、ちょっと比較はできないんですけど、もう単純に、外部マイクを、まあ、装着した場合を想定して、単純な比較をすると、まあ、断然ね、申し訳ないですけど DJI のオズモポケットの方が使いやすいと感じました。
GoPro Hero 8とメディアモッド自体もね、もう全然コンセプトとしては悪くはないと思うんですけど、実際に使ってみると、いまいちここがっていうところがやっぱりね、難点があるので、少しねそのあたりについて話をしたいと思います。まず一番最初に気になったのが、 GoPro Hero 8とメディアモッドをまあつないだとき、まあ、単体のときはねそうでもなかったんですけど、メディアモッドを装着すると、まず電源を入れて、で GoPro Hero 8が起動して、でさらにその後にメディアモッドと、メディアモッドが装着されているっていうのを GoPro Hero 8本体側の方が認識しなきゃダメなんですけど、その認識するまでのね時間がかなりかかる。でその後に撮影可能になるので、撮影するまでのね時間っていうのがかなり必要で、ここがねすごくこう不満でした。時間的にはもうそんなね、ほんと数秒ぐらいなんですけど、やっぱりまあ実際カメラされてる方だったらわかると思うんですが、電源入れてから録画までの時間がまあね 2,3 秒ぐらいだったら特にね、まあこんなもんかなと思うんですけど、やっぱり5秒6秒かかってくると、うーんってなりますよね。まずねそれが第一の不満。その点オズモポケットの場合は、電源入れてから撮影開始できるまでの時間っていうのがもう相当早い。もうこれ今もう押せば撮影可能です。さらに言うと、もうこれソフト的な多分バグだと思うんですけど、 GoPro Hero 8単体だと以前まであった何も動作ができなくこう固まるっていうこと自体が非常にこう減ってたわけなんですけど、メディアモッドを装着するともうたびたびね固まるって動かなくなるっていうことを経験しました。まあこれはおそらくもうソフト側のバグなんで、また、ファームアップで改善されるかとは思うんですけど、今の現状では何度かやっぱり固まっちゃって使えないっていうことがありました。でさらに、マイクを認識してないっていうことが何度かありました。こう電源入れてカメラが立ち上がって、でメディアモッドを認識して、でそれから撮影なんですけど、撮影ボタンを押してもマイクを認識せずに音声が入っていないだとか、外部マイクを挿しているにもかかわらず GoPro 本体側のマイクで音を取ってたということがね何度かあったので、このあたりのちょっと不安定さがまだいまいちだなっていうように感じました。一番気になったのが、GoPro Hero 8ってこう電源をオフにしている状態でこの録画ボタンをこうピッと押した時に、クイックショットって言ってもう自動的に電源が入って、で録画開始するっていうようなまあ機能なんですけど、まあそれがね非常に使いやすいんですが、本体だけの場合はね全然問題ないんですけど、メディアモッドを装着してでクイックショットを使用すると、結局メディアモッドを認識せずに GoPro Hero 8本体のみで撮影しちゃうんですよね。だつまり何が言いたいかっていうと、メディアモッドを装着していて、でさらに、外部マイク装着してたりだとか、あと外部マイク装着せずにメディアモッドの、まあ、マイクっていうのがもともとついてるんですけど、そのマイクを無視して GoPro Hero 8本体側の方のマイクで撮影しちゃうんですよね。これは決定的なバグだとちょっと感じましたね。まあ、そのあたりはファームアップ等でまた改善されるとは思うんですけど、今の現状ではねちょっと不満でしたね。だから一旦電源を入れて、でさらに立ち上がって、でメディアモードを認識して、それから撮影っていうのをもう何回もねこう繰り返すので、そのあたりが非常にこう使ってて、ああダメだなって感じました。まあ、その点昨日何度かオズモポケットをちょっと試してみたんですけど、クイックショットと同じような機能がオズモアクションにもあるんですけど、オズモアクションの場合昨日ね何度か試したんですけど、そういったことなかったですね。これ撮影ボタンピッと押すと電源が入って、で撮影ちょっと見えないかもしれないですけど撮影開始してます。でさらにマイクちゃんと今認識してますね。まあ、ついでに言うと、ここにねマイクのマークが出てるんですけど、オズモアクションの場合は外部マイク装着した時って、ここにねちゃんとマークが出てきて、あ外部マイクで撮影できてるなということが確認できるんですけど、まあ目で見て確認できるんですけど、 GoPro の場合はねその表示がないので、一体今どのマイクで音が取れてるかっていうのが全然ちょっとわからない状態なんですね。メディアモッド自体のマイク、フロント側なのかリア側なのか、
それとも GoPro Hero 8本体のマイクなのか、それとも外部マイクなのか、それがねもう全然わからないので、確認のしようがないのでね、そのあたりがねちょっと使いにくいなって感じました。その点オズモアクションの場合は、まあこのもうマイクが出てる時点でもう外部マイク使ってるっていうことがね確認できて、でさらにまあレベルねちょっと分かりにくいんですけど、ちゃんとレベルがこう表示されてるので音ちゃんと拾ってるなっていうことも確認できます。このあたりが非常にちょっと使いやすいなと感じました。サイズ感に関しても GoPro に比べるともう本当ねマイクアダプターもここの部分だけなので、非常にコンパクトにまとめることできるので扱いやすいなと感じました。まあこのサイズ感に関してはもう人それぞれなので、大きい方が使いやすいっていう人もいれば小さい方がいいっていう人もいるんですけど、まあ、僕の場合はできれば小さい方が扱いやすいので、まあ、これぐらいのやっぱサイズの方が使いやすいかなということで、今回、まあ、オズモアクション非常にやっぱりいいなって改めて認識しました。あと自撮りに関してですが、まあ、自撮りは僕はしないんですけど、まあ、それでもねちょうど顔が入るか入らないかっていう確認がこのフロントの液晶面でできるので、これはねやっぱり非常に便利ですね。ただ GoPro Hero 8に関しても、まあもうすぐかな、もうちょっとしたらフリップ式のあの液晶が発売されるので、まあ、自撮りされる方はねそういったものを使えば、同じようなまあ扱いできます。ただ金額的にねやっぱりまた1万円ぐらい費用が必要なのと、あとまああれつけるとどうしてもまたさらにサイズが大きくなるっていうところ、まあそれがねいいところでもあり悪いところでもあるかと思うんですが、まあそのあたりのね判断っていうのがちょっと難しいところですね。ただあの DJI のオズモアクションに関してはフロントに液晶面もともとここについてるので、それを使って、自撮り等の確認可能です。最後にもう一つ、バッテリーの交換問題ですね。まあこれは、オズモアクションにしても、GoPro Hero 8にしても、一旦本体を取り外さない限り、交換っていうのはできません。ただ、どちらも給電しながらの撮影っていうことができるので、モバイルバッテリー等を持ってれば、まあバッテリーの減りはね、そんなに気にしなくてもいいのかもしれないですが、ただ、実際に撮影するとなると、モバイルバッテリーで給電しながら撮影っていうのはなかなかね現実的ではないので、やっぱり途中でバッテリーの交換っていうのは必要になるかと思います。 GoPro の場合は本体側にマウントが装着されているので、メディアモードを外そうとするともうここのね三脚と取り外さないと本体をメディアモードから外すことができないんですね。なのでバッテリーを交換するたんびにこの三脚等といったこういったオプション類を外して、で、引き抜いてバッテリー交換してまた本体戻してアクセサリー等をつけるっていうような、もうこの動作自体が作業自体がうーんって感じでした。あれ本当ねメディアモッド自体にマウントつけてくれれば本当簡単に回避できたはずなんですけど、なんでねそういう風になったかっていうのがちょっといまいちよくわかりません。で DJI のオズモアクションの場合も当然バッテリー交換するときっていうのはこのケースから本体を一回引き抜かなきゃダメなんですけど、まあこのねこれ USB-C で刺さってるだけなので、ここパカッと抜けばもうあとはここスライドさして本体取り外しできるので、まあ作業一手間はいるけど GoPro に比べれば非常に楽ちんに交換可能です。決して DJI の製品を推してるってわけではなくて、僕自身は GoPro がすごく好きで、 GoPro Hero 5の時かな、5の時から、必ずもう毎回新しいモデルが出るたびに購入しています。なので当然、GoPro の Hero 9がおそらく今年の秋にまた出ると思いますが、当然、購入します。ただ今現状の GoPro Hero 8とメディアモッドを使った時にもういろんなねこう不満点、ここを改善してほしいっていうところがねいっぱいこう見えてきて、もうそのあたりをねどうにか今後ファームアップ等で改善していってほしいなっていうことで、まあ、今回こういうふうなちょっと動画作ってみました。まあ、そういった意味ではこの DJI のオズモアクションっていうのはね非常によくできていて、まあ、これ社外品にはなるんですけど、もうこんなね小さなパーツでマイクつなげられたりだとか、
頻繁なファームアップ等で機能が良くなったりだとか、悪かったバグだとか、そういったところをね、改善していってるっていうのは、まあ、企業としてすごいなって思いますね。なので同じ製品、最初一度ね購入したんですけど、今回使ってみたら全く別物になっていたっていう、まあ、そういったねこう印象があります。まあ、そういったところはね DJI すごいなってやっぱり感じますね。 GoPro さんもそのあたりはね見習って、今よりねより良い製品出してほしいなと思います。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。